はい、皆さんこんにちは、吉田正です。はい、今日ですね、こちらですね、ババン、おい、伊藤園、おいお茶、おいお茶今更レビューかって言うんですけどね。まあよく考えたらレビューしてないじゃないですか、こういうので。多分他の人もしてないじゃないですかね、逆にあえてだもんで、せっかく買ったんでいただきます。お前にやっぱおいちゃ、皆さんご存知ですかね、おいちゃ、あの伊藤園のね、当時、社長、当時とか社長がですね、お茶をですね、こういったあの、まあ、昔は缶だったんですよね。その缶に入れて販売しようというふうにですね、考えたそうです。その時にですね、まあ、あの社員も反対してですね、もっと言うとその社長の奥さんですかね、身内の方も反対して、お茶そんな缶に入れて売れるわけないじゃんと、お茶は家で立てるもんだと、で飲むもんだというふうにですね、言われて、もう大反対だと。そんな中ですね、いや絶対売れるということで強行突破してですね、まあ製品化したわけです。それがもうバカ売れですよね、今やね。今ペットボトルにね変わりましたけどね、ですのでね、まあよく聞く話ですけどね、その企画ね、構成の段階でですね、いろんなものが、いろんなアイデアが出るんですけど、いやそんな売れるわけないとか、そんな気持ち悪いとか、いろんなものがね、意見としてあるわけ。そういうものこそ逆にパワーがあるんじゃないかなというふうにね思ったりしますけどね。おいお茶、美味しさは香りと、そんなことが書いてあったんですね。美味しさは香りだと、味じゃないんだと、まあ味じゃないんだとまでは書いてないですけどね、香りが大事だってことですね。香りが、香りという彼女と付き合ってる男の人にとっては香りが大事。はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。これ値段120円でございます。はい、はい、ということで、今日ご紹介したのは伊藤園の多い、あ、これ星はまああえてつけません。うん、美味しい。はい、今日ご紹介したのはですね、あ、じゃあつけましょうか。もうなんかコメントで書かれそうな気がする、今一瞬したんでね、頭をよぎったんで。うん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 、はい、星8つですね。はい、5つじゃないのかという話なんですけど、まあお茶、おいお茶も好きなんですけどね、僕ね、生茶とかマロ茶とかですね、そういうちょっとこう柔らかいというかね、そういうのが好きなんですよね。はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介、まあおいお茶もちろんうまいですよ。はい、今日ご紹介したのはですね、伊藤園さんのおいお茶でございました。ありがとうございます。